釈迦ゾンビの3人で過ごした最高の一日って何か覚えてますかはぁ、あ、最高の一日難しいこと聞くね。最高の3人ででしょなんだろう。うん、難しいなぁ。でも、 一日っていうくくりじゃないかもしれないけど、去年のリリース、一曲目リリースじゃない、一曲目からリリースするときに、えー、MV を作ると、なったときに、過去の映像をちょっといろいろ、あのー、集めたんですよ。そのときに、えー、セカンドの時だよな、あの、 えー、レコーディングで LA に行った時のビデオが出てきて、それをね、見返した時に、本当に楽しんでる自分たちが行ったから、最高に楽しかったんだろうね、あの頃。うん。仲いいのよ。<laughs> ミュージックビデオになる前の、はい。 その LA に行った時の車中の映像っていうのは僕もちょっと,とあるところで見せていただいたんですけれども<あー> <laughs> 車中ってあの飛行機の中のやつじゃなくて車じゃないですか、ね、車うんすごく本当に仲良さそうあ<ー>仲良さそうっていうか仲いいんですけど気持ち悪いぐらいだよねあれ、うん、すごく楽しかったんだろうなこの,、うん、あのレコーディングというかう、ね、制作っていうのは特にやっぱ 僕と大隅はなんか好きなものの共通点がすごくあったのでうんキャッキャしてた、ね、とにかくもう渋谷に待ち合わせわざわざ待ち合わせして洋服買いに行ったりとかもしてたぐらいだからあの時代は楽しかったんでしょうね覚えてたらでいいんですけれども、はい、その大隅さんと待ち合わせをして洋服を買いに行ってたりしてた時って、うん そのどんな洋服を買いに行ってたんですかいや、もう全然もちろんだけど、宇田川町に待ち合わせして、捨てるギンですよ。当たり前のように。もう楽しみでね、捨てるギンの入荷が。それをね、二人で行って、うん、やめよう。